所長、本日もですね、前回に続いて相談者の皆さんにお越しいただきました、はい、よろしくお願いします。はい、まずはパーリーターキーのお二人です。こんにちは。はい、どうも、こんにちは。よろしくお願いします。これが4本撮りなんですけども、はい、松本さんのことをひなたちゃんと呼ぼうと思います。お願いします。今から宣言なんで今更ね、ひなちゃん、ひなたちゃんって言ってるじゃん。ひなたちゃん、ひなたちゃんでお願いします。ひなたちゃん、ごめんなさい、怒られてる。ひなたちゃん、ひなたちゃんで、ひなたちゃん、 JLC オフィシャルサポーターの松本ひなたさんも今回も参加してくださってます、うん、お願いします。ひなたちゃん、ひなたちゃん、私も今回からたまさんとなみさんのことをたまちゃんとなみちゃんって呼ばせていただくことになりました。お願いします。嬉しい、いきなりちゃん付け。嬉しい、嬉しい、嬉しい。リモートで今回もですね、はい、お二人の方に相談にお越しいただいています。阿部さんと関根さんです。こんにちは。こんにちは。阿部ちゃん、関根さん。はい、ということでまず、はい、所長のモットーを改めて。ボートレースはね、はい、推理ゲームなんですよね、はい、そこを踏まえてなんですけど、松本さん、はい、ボート歴何年ぐらい。ひなたちゃん、まだどれぐらいなんですよね。私は家族のに連れてってもらって、はい、ボートレース場に遊びに行ってたりしてたんで、結構歴は。ちなみに初めて見たのはどの。初めて見たのは住之江です。あ、やっぱね、はい、そうですよね、はい、いいとこですよね。住之江のナイターだった気がします。あ、そうです、まだまだ野添 所長に教えてもらいたい、はい、社長でいいかもしれない。所長にまた今日も。何の社長ですか。たくさん教えてもらいたいです。はい、よろしくお願いします。ありがとうございます。では今回テーマですけど、どうぞ。こちらです。じゃん。コースにおける重要性、はい、2コースレーサー、3コースレーサーの動向やいかに、うん、これなんですけどね、はい、今のモーターボートのレースの基本形ですよね。インコースが先回る、2コースが構える、3コースがどう攻略するか、4コースは昔は攻めの一番手だったんですけど、今は受け身なんで、はい、いかに差し込んでこれるか、この 2,3 コースの攻防がレースのキーになる、というのも大前提ですね、今は、はいはい、こんな数字もあるんですね、はいはい、この 27% という数字はですね、うん、去年2022年全国24のボートレース場の2コースと3コースの一着率を合計したものということですね、うんうんうん、解説もお願いしてもよろしいですか、はい、ですね、皆さんね、ファンの方って2コースで1番させるから一番簡単なのではないかと思われがちなんですけど、思っちゃってます。これが切ってくれない限り、これはハンドル切れないんですよ、はい、で、こっちはちょっと幅があるんで、切りしろないことはないんですよ、はい、先にハンドル切れちゃうんですよ。ということは、ここは一旦はまる前提のレースを組み立てなくちゃいけない。はまらなければラッキーなんですよ、今の現状は。で、回る、後席に一回乗る、外前行く、遅れる、これがもう一番多いパターンですよね、今って、はい、で、これで1番がターンマークをちょっと外してしまったり流れてしまうと風圧を受けるので3番が飛んでしまうんですよね、これ。なるほど。で、4がここ差し込んでくる、はい、これが風圧を受けなければこう出てくるんですよね、こういう風に。うんうんうん、よく見る形、よく見る形なんですよね、はい、何もこともなければこの3人の攻防なんですよ、レースっていうのは。はい、はい、1,2,3 買うの好きじゃないですか。私 1,2,3 好きです。迷ったら 1,2,3 ボックスとか買いがちなんですけど、うん、それでいいってことだよね。それでいいってことだよね。そうそうです。みんななんか 1,3,5 がよく出るんですよ、 1,5,3,1,3,5、はいはい、ばらけるからですね、 1,5 なら。なるほど。まあまあ高速水面なんで、どれのボックスで買っていいか分からなくなったね。ボックスダメですね、じゃあ。いや、いいんじゃないですか。だってそれすることによって大きな配当を得ることもあるわけですよ。そうですよね。確かに。関根さんはいかがですか、気になることあります。あ、はい、まくり出しをするそのタイミングというか、はい、それを考えるタイミングっていうのを教えていただきたいんですけど。それはね、スタート前に決め打ちしているのか。決め打ちは決め打ちなんですよ、うん、あと胴体と仮定しましょうか、わ、はい、かりやすく。これならまあ言ったら逃げますよね、はい、まあ、これスタート全く伸びない前提ですよ、はい、だからさっきも言いました、基本が回って刺して外回って刺してなんで、もう行くとこ限られてきますよね。こうなんですよ、ハンドル切るのって、はい、内側から早くて外側から奥になるんですよ、うんうん、ということは視界は全部がこう見える角度があるんですよね、はい、でも基本奥に行って切る方が強いんですよ、視界が全然ちゃうんですよ、ガラッとこう向くんで、はい、こういう角度で見えるんですよね、この切れるか切れないかですよ。でトップクラスの選手は例えば10回やったらここに出てきますので10回できます、ほぼ。できるんですか。やれてもできます、これが1人で回ってここ出てきますので多分10回できます。はあ、それを
例えばここに出てくる目安で切る位置とここに出てくる切る位置が違うんですよね、前後が、はい、でここで、あ、ここやなと思ったら最初からショートからここで切るんですけど、ここに狙っていって途中でどっか空いてるとこ見つけたらレバーを掘るんですよね。レバーを掘ってこれをここのはずをギューンと内に滑らすんですよね、はい、ほんでここで握るんですよ。ほんでここに出てくるんですよ。でだから左が消えてから全員ハンドル切るんですよ。へさきがパン切れた瞬間にパパンと切るんで、はい、この一瞬のハンドルなんですよね。あとはこの人が切れなかったらこの人は切れないってさっきも言いましたけど、この人が奥に切りしちゃったらこれが外になるんですよね。わかります？それをレバーを掘ってじわ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 っとこっちに中に入れるんです。レバー掘るということはスピード乗ってないで後席で越えるときに跳ねる可能性が、ジャンプでよく言うじゃないですか、バーンと跳ねる可能性があるんで、殺したくないからギリギリ狭間のここを狙ったりするんですよね。なんかこれが左に乗ってこう入れないとか、はい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 、そういうことだから決め打ちではあるんですけど、切るタイミングはバラバラです。当然左ありきです。すぐ左の人ですね、はい。でもこれは狙わないと一生できないんですよ、選手でも。視野角、角度、スピード感、はい、もうこれ視野がね、一回でも見てないと覚えれないんで、やろうとしないとできないんですよ。できないんですね。できないです。そこに入っていく勇気なんですよ、はい、最初空いてないんですよ、はい、重なってるんですよ、はい、重なってる状態だけど、ある程度経験積んでくるとこれがずれてくるのが分かるんですよ。行ってる最中にずーっと開くのが分かるんですよ、はい、でそこを目安にレバーで調整していくんですけど、そのタイミングも分かってくるとなんか最初は詰まったりとか、はい、入れず、それを繰り返していくうちに、あ、入れたってなるんです。その入れた景色をバーンと覚えていくと、それコース別に入るんです、はいはい、で開いてない道を先読みして入る勇気っていうのがいるんですよ。そうなんですよ。そんなんできなくないですか。重なってるなんて突進するみたいなもんね。切り終わった段階っていうのはターンバックまだ向こうですから。そうですよね。そうなんですよ。もうだいぶ向こうのことなんで、でここ惰性なんで、こう惰性で行っててこうやることなんで、パーンって入る、無理ですよね。怖いですよ、はい、満員電車でも無理やのにな、はい、次行きましょう。電車でできない3コース、バックリ出しですね。レース見ていきたいと思うんですけれども、はい、見たい見たい。まあこれ仏寺マークなんですけど、はい、彼のまくり出しは独特です。独特、はい、彼とか石野くんとか、はい、まあ、独特のまくり出します。弧を描くようにこうターンバックをずらして入ってきます。斜めに入るんじゃなくて、これ大江君も相当警戒するはずなんですよ。もう仏島さんやからそこ狙ってくる。で1番がスタート成功してるでしょ、はい、これ最高に3コースのまくり出ししやすいんですよ。え、最初から間が見えるんですよ。ほらうわ、こう入ってくる。ターンバックをずらすんですよ、あれって。意識を、はい、意識ターンバックここにあるんだけど、ここにターンバック、仮想ターンバックを作ってそこを回ってくるんですよ。それは宇都島選手が生み出した方法、うん、これやり方です。なぜかというと2コースが自分を警戒した時にああいうまくり出するんですよ。へえ、わかります。でインコースが先にいるでしょ、はい、っていうことはここの空間見えてるんですよ。わかりますかね。あれ一番3コースのまくり出すの理想形なんですよ、はい、こう行ってこうなってるでしょ、はい、もうここが見えてるんですよ最初から、はい、こう来た瞬間に、はい、ここを狙っていくんですけど、大江君がこう根っこまで来るんで、こうわざと行ってハンドルだけ切っといて、こう回っていく途中にレバー掘るとグーンと中に入ってくるんですよ。さっき言った、え、ちょっと もう一回見ていいですか。今のを聞いて、仮想のターンマークを、だからターンマークをちょっと奥に作るんですよ。奥、はい、練習段階ですよ、はい、もうそれは感覚で、あとはもう景色で分かるんで、ここでパチンと切ってあするとこうなるっていうのは、もうじゃあすごい。でもみんなやらんってことは、この仏島選手、まあ、仕上げとかね、はい、これもインがパーン先行してるんで、空間が最初から見えるんで、確かにちょっとね、隙間みたいなのが見えてるんですよ。でこれわざとちょっと遅らして奥に行って、でレバーを掘ってここで握る、キュッて回った、はい、あれを握った瞬間が前、握ったところです。前行ったところ、あれまでこう落としてるんで、ね、クーッと落として止めて、でカーンと私から前にキュンっていくんですよ。それはどこかというと、逃がし界から消える瞬間です。これ握ったらはめれるっていうの視野があるんです、はい、それがあれや、そのさっき言ってた気持ちいい瞬間や、警戒してる人をパンってはめる。そう、これやっぱ相当難しいことをやってる、やらないとできないです、これは。なるほど、ね、狙ってやってるんだ。でも独特ですね、ブース島君とか石野君とか桐生君とか、はいはい、また茅原君とかとかちゃうんですよね。あ、違うのぜ、うん、主張は僕もこういうのやってました。あ、はい、もうこれ先輩時だったんで、あ、先輩時まくり出し聞いたら分かんないけどな。いや、やっぱね、そのね、解説付きだと分かるんだけど、ね、この時にはね、この時に分かってたらね、これ予想してたのにな。みんなそうです
でもこの人がこういう指し方してくるなっていうのとかって今教えていただいてるけどデータとかには載ってないじゃないですか、はい、だから僕はもうレーサー時代から覚えてました。うわあのだから着順知らないです。見てるとき1コーナーだけパンと見てもう見ないです。あもう決まったなって、はい、あとは一緒に走る人は三振見てます、はい、この人の足どんな足してるのかなって言ったらああこういうこと誰が一番走ってるのかこれとか興味がないです。一回見ちゃうことに、仕上がりとレースの仕方しか見てないんで、はい、その人ピンポイントで。はあ、なんだって、はい、ちょっとやっぱなんか見方が全然違うんだよね。ちょっとまだレース見たいです。ね、見たい、ね、もういいでしょ。いやもうまだ見たい。なんかすごい楽しい。家で見てもらいます。いや確かになんで家で見ようんだよ。いや見ないよ。それは見ないよ。これお酒飲んでるからか。お酒見ても覚えてないんだよね。今度一緒に見ようね。見ようあのブス島選手よ、さっきあんだけすごかった。しかも大村の1号艇、うん、でもこれもうめちゃくちゃブス島選手が売れてる、ね、これも一本かぶりなんですけど、はい、でも週刊誌の瞬間やっぱりそうと思って、うわいつものブス島じゃないと思って、何かがあったんですか。いや多分ねこれね回転止めて回したんですよね多分、はい、向いてたら、はい、進んでなかったんですよ週刊誌から。これ書いてあげるときで紙一重なんですよね。グイーンと押すときともうロスするときと、はい、あやったなと。ウリュウ君が例えばまくるほどスタート行って、まあ、ブスジマ君がまくれるほどスタート遅れたら別ですけど、はい、どうたらのほぼ初手から差しじゃないですか、はい、宮司君ってやるのがまくり出し一択なんですよね、はい、もうターンマークのとこ出てくるさっきのすごいブスジマ君がやったターンするだけなんですよ、はい、だからさもうあったら3-1やなと思ってたんですよ。なるほど初手は、はい、フレンジ見た感じでね。あの結構雨の関係ないもんね、まだまだね、ありそうな感じやのにな、うん、ってなるとだよね、ね、ここはもう辻島選手で決まりでしょう。まさかのウリュウ君が遅れてるね、裸の運勢なんで、また隙間ができてしまった。これウリュウ君伸びかしてるんで頭はさすがに、まあ、一旦右に開いてこう行くふりしてこっから後衛が来るんで、まあ、ブス島から弾が外れちゃう。すごあれがだから合ってないなと思ったのがあそこに出たんです。一瞬の弾の外っていうの、はい、この一瞬でしかもまた、まあ、でもブシマークはね感動切った瞬間分かりますけど、ね、ああやってもたっていうのは今もう一瞬で分かるんですね。どうにもならないんだあれは。これは結構これ全員がマジでやってるったレースってことですよね。でもあの 0.1 秒の誤差のハンドル切るか切らないかでこうなってしまうってことですよね。だからペラがちょっとあってね外れしてたのがもう物に出たなと思って、本当に仕上がった時はあんな感じじゃないんで周回転時から、よく日向ちゃん好きなこれ 1,2,3 ボックス確かにこれはちょっと変えた当たってますね。ここ満州満州 1,2,3 ボックスで満州ってなかなかないですね。いかに仏島君が一本かぶりだったそうですよね。美味しいなこうやって思うけど、でもやっぱ走る前まではブス島選手、うんね、もう固定って思っちゃうよ ね, ますね。日向ちゃんだけがにんまりするでもまっくり差しはでも見てて気持ちいいね。いや分かるね、気持ちいいですよね。やってみたいでしょ。やってみたい。無理です早っ のコーナー、タルタキさんお願いします。それではリモートの皆さんも一緒にお願いします。はい、野添探偵に質問しちゃうぞ。まず私からなんですけど、はいはい、そのなんか前に聞いたことがあるのが、うん、どれだけまくりが強い選手でも、うん、差しがうまくいかなかったら、うん、ある程度勝つことはできるけど、うん、ちょっとその上の大会とかに行くのが難しいって聞いたことがあるんですけど、はいはい、実際どうなんですか。難しいと思いますよ。やっぱり差しってそれぐらい重要なんですかね。基本はそうですからね。まくりは花形ですけどやっぱりレース3周しますから、はい、絶対差さなくちゃいけない場面もあるんで、1周1コーナーだけがレースではないんでね、うん、はい、タイミングも覚えなくちゃいけないですし、角度、ハンドルの量、レバーの操作の仕方全然違うんで、はい、そこをしっかりできないと道中してね、やっぱり上では勝てないですね。全部そのオールマイティー選手はやっぱり結局強い。そういうことです。なるほど、はい、ありがとうございます、はいはい、日向ちゃん質問は。私また野添さんのボートレース時代の質問をしたいんですけど、はいはい、もらって嬉しかった差し入れとかプレゼントってありますか。基本的にアルコール類とかはダメなんですよ。例えばですよ、ファンの方がきれいにのしに巻いてくれて何もわからない状態で、それが気づいてないとしましょう、はい、でこれ検査始まりますって出してくださいって最初言われるんですよね、はい、もう預けるものは、はい、いいんですねって、はいお願いしますってファンからも出して渡します。お酒やったら僕ら休みです。え
もらっても今言いましたよねって、検査しますよって、いいって言いましたよねって言われて、それが厳しいんですよ、私物検査っていうのは。でももらったらもう一旦全部中身見て、そう、だからそれは嬉しくないっていう一つと、そうですよね、まず包まれててお酒じゃないようにされてたりしたら、そうなんですよ、それはもうアウトなんで、それやったら先に自分で開けるか、ちょっとこれもらったんでちょっと今開けてもらえませんかって、お酒ならあ預かったところ最終日もらえますっていうのは大丈夫です。先に一旦検査始まりますってなって、いいですねお願いしますって言って、そういうのが出ると全てこっちの責任なんです。うわアウトなんや、はい、うわ裏情報ですね。まあ、持ち込み禁止のものすべてなんですけどね、電子機器でも Bluetooth のイヤホンもそうです。あダメなんですね、はい、ダメです、そういうのを含めてすごい厳しいです。財布の中身までチャランチャランと出されるんでね、はい、何もらって一番嬉しかったですか。食べ物ですかね、やっぱり甘いもの。あそのでも甘いもの、はい、逆に何もらって一番嬉しかった。基本的にやっぱ何もらったら嬉しいですね。あっさあ100点もうなんでそういうのを俺言わん本当に本当にね。ちょっと妹のお二人にもちょっと聞いてみましょう、はい、関根さん何か質問ありますか。今でもこう例えば夢に出てくるような悔しいまくり出されたレースとかっていうのはあったりしますか。あレースはないです。あないね、はい、ただね選手あるあるなんですけど、夢の中ですよ、もう展示が出ようとしてます、自分例えば5レースが、自分が控え室の畳に寝てるんですよ、あれ俺5レースやんな、やばい行かなきゃ、もう絶対間に合わない状況です。もうエンジンかかってみんな出ようとしてたんですよ。ほんで慌てて全部着替えてカポック持ってユニフォーム着てヘルメット持って走っていってボート下ろしてって言った瞬間出ていくっていう、うわこれは先週もう大概見てます。あこれあるあるなの。あるある、間に合わんかったって絶対やったらあかんもんね。ありますか今までのボートの歴史。あるわけない。あまだ一応ねレースの負けた夢っていうのはね多分みんな見ないじゃないですか。見ないですね、はい、そして阿部さん何か質問ありますか。3コースに入った時に3稼働を選択するというか3稼働を決意するパターンというか、簡単に説明するとですね、まあインコースがこう入ってきますよね、2コースも入りますよね、3コースもこういますよね、これは2停止2停止2停止以内に入ってこなくちゃなきゃいけない、中を通ってこの旗のうちの3コース入りなさいってこうって決まってるんですよね、はい、でなおかつ内側手は外側手を先に進入しなくちゃいけないで順番にこう入っていくわけなんですよね。でこれが四五郎がもう先にこう後ろを向いてくれたとしましょう、はい、もうほんだらこの段階でまだ選択肢があるわけなんですけど、この3角は2停止ここに一旦平行より外に向いて入ってこないとこれ引けないんですよ。これが平行もしくはちょっとでもへさきが内に入った疑いがあったらこれ向けると天打で対抗できない、なおかつこう入ってこないとバックには引けないんですよ、ルール上、はい、一旦平行に入ってきてスローに進入する体型になった上で三角なんですよね、引けるんです初めて。これがだからこれがなかなか引いてくれない、体型がなかなかもぞもぞしてる、こっちはどうするかわからない、はいはい、なおかつ時計が回ってるので時間の兼ね合いもある、はい、で25秒ぐらいにバーンと引かれたらこれこういったらこうやるとこれキャビテーションを起こすんですよね、この握った瞬間、これで出遅れする人何人もいてるんですよ、もうで1秒ぐらい動かないんで、怖い、はい、だから時間と4、5、6コースの兼ね合いです。あとはこのルール、だから絶対三角にしようってなるケースは少ないです。まあ、あとは参考手の人がむちゃめちゃ伸びてて、もう4、5、6コースがその人に行ってもらいたい、もう攻めてもらったら自分たちの展開開けるってなったら早引いたりするんですよね、ピューッと。なるほど。あとはもうゆったり進入してる 1,2 コースがもうめちゃめちゃゆったり、ただまあここまでも到達しないみたいな、インコースがもうこの辺でいてる時とかあるじゃないですか、まあ、時間が余るでしょめちゃくちゃ。ほんならこれはもうさっき引くんで、これが内向いてなかったら別に引ける権利はあるんで、ただこれもスタート練習しないといきなりやったらこれほぼできないです、スタート遅れます、慣れです。だから今垣さんとかあれ参加の得意な方はもうその景色を覚えてるんで、いきなり参加となっても大丈夫っていうことですね。社長はどうだったんですか、参加度は。もう参加度するぐらい抜けました僕難しいですスタート。いや難しいんですね、はい、そうなんですね、ありがとうございます、はい、ありがとうございま す, います。多分質問は差しまくり出しをする前の夜とかは、はい、まくり出すぞって決めてやっぱ刺身とか食べたりするんですか。どういう質問。刺身今日はやっぱ刺すからやっぱ刺身行っとこうみたいな。あやればよかったね。弟突っ込んでもくれなかった。いやじゃないよそんな。出ないんですか刺身。縁起物みたいな。刺身は出ます。え出るんですか。出ます。あの刺身でしょ。刺、は、身、い。メニュー出ますよ。瀬戸内とか行って、海の幸が有名なところは出ます。なんか生物と
とか食べないんじゃないかなって勝手に。あ、一応出ます。食べる食べない方にも自由ですけどね。そうなんですね、はい、カツ丼食べるみたいな。あ、それはあ、ありますか。浜名湖さんの食堂のカツ丼うまいんですよ。へぇ、ちょっと墜落にして、はい、で、まあ優勝戦1回に出たかったら、はい、ちょっと前の日ギュー絞っといて、はい、でもう自分の限界まで絞っといて、もう明日のカツ丼までこう、もうこんな状態ですね。もうカツ丼食ったら元気ないんで、それまではもう、ま、食わないんで。極限のカツ丼、はいはい、ご飯小盛りで本当ちょっとお願いします、はい、あるんですね。あるんだ、原価ね。ではここまでの話を踏まえまして、皆さんに推理を実践していただきましょう、はい、ボートレース蒲郡で G3 キリンカップ4日目が行われております、はい、これから第5レースの展示構想が始まりますので、そのレースを推理していただきます。蒲郡とか距離があってピットが長いんで、はい、結構慎重になりながら行くんですけど、はい、ここで離れて、離れた瞬間じゃないです、離れた後にコンコンコンと出るのが 本物出てるんですよね。最初の離れてパーンと出るのが回転で出るんですよ、あれ、はい、その後に出るのがトルクで出てるんで、そういうのもあるのか。石川慎さんとかは回転で無理やり回転上げて、はい、一瞬でパチンと出ちゃうんですよね。独特な石野君とか湯川君は離れ飛び出すと本気に仕上がってます。なんでかって離れ飛ぶようなペラじゃないんですよ。あ、そうなんですか。はい、離れた瞬間パーンじゃないし、パンといってクギュッと出るんですよね。もうこのキュキュキュっていうのはもうスリット手前の足なんですよ。はい、うん、連動するんで見るポイントすごいたくさんあります、うん、ね、あります。うん、フライングは切りましたけどね、5番とか良さそうですよね。はい、じゃあ5番だ。まあ基本佐藤君だから伸び型仕上げが大好きな選手、はい、中澤君も基本そっち系やけどどっちでも振れる選手、はい、柳田さんはスタートまあ早いし、まあ、どっちかというと伸びが好きな方かなっていうのを踏まえた上での周回転陣見たらいいんじゃないですかね。だからその選手の傾向とかもやっぱあるんで、仕上げて絶対そっちになるんですよ最終的には。私主張から見てはどうですか。柳田さんは全然悪くないですよね、うん、1号艇柳田選手、はい、佐藤君はやっぱりちょっと重めで乗ってますね、回転落としてちょっと伸び振りかな。ほう、中澤君はバランスよく仕上げてますね、いいと思います、はい。佐藤君は中澤君お隣の県なんで、東京と埼玉なんで、はい、レーススタイルはまるっきり分かってますから。柳田さんも関東の方なんで、はい、3人がレーススタイル分かった上でのレースになるんで、もうめちゃめちゃ警戒してる。まあまあ、まあ、頭刺せることは警戒しますよね、はい、なんなら自分が先攻めたいぐらい、はい、やけど、ね、柳田さん自体がスタート早いんで、はい、時間にまくれるかって言われたらちょっと疑問かなというのはありますね。時間まくりは難しいですか。うん、まあ、つけ前に行くかも分かんないですけど、2コースから先に、はい、絞りまくりではなしにね、平均スタート直近3ヶ月ので右に出てるんです。あるのは3ヶ月のデータなんで、まあ、新鮮なんでいいと思うんで、はい、柳さん14、またこの中でもトップタイですよ ね、 そうですね、スタート早いんですよ、ね、はい、だから遅れることはそうそうないんじゃなかろうかと、ね、コンサスの平均もいいですしね、はい、ただ成績は振るってないけど足は悪くない、うん、でも人気はやっぱり 2から3とかなりますよね、2、3、5とか、ね、これ見ちゃうとやっぱりなんか、はい、うん、選手、中澤選手から買いたくなってしまいますけど、うん、やっぱり野添主張の悪くないよっていう言葉が結構でかいですよね。そうね、悪いことはないと思います足はね、そんなに。ただ攻撃力があるんでね、佐藤君にしろ中澤君にしろ。じゃあ皆さん書けましたでしょうか、はいはいはい、皆さんの推理見てみましょう。阿部さん、どんな風に推理されましたか。2-3、2-3-5流しですね。5がよく見えたのと、やっぱり2、3が攻めていくだろうっていうことで、最後ちょっと1ももしかして残るんじゃないかっていう感じで流してみました、うん、はい、なるほど。では関根さん、どんな風に推理されましたか。はい、1頭にしてみました、うん、1-3-5、2-3-5-6ですね。2-3-5-6です、はい、はい、お願いします。ではなみちゃんは。はい、私は1号前にしました。本当は、うん、ちょっと野添所長の話を聞くまでは、佐藤選手、中澤選手頭から買いたいなと思ってたんですけど、やっぱ柳田選手が悪くないということと、前田選手がちょっと良さそうなので、もし佐藤選手と中澤選手が入れ合ってくれたら全然あるんじゃないかなということで1号前にしました、うん、なるほど、はい、なるほど。たまちゃんは。はい、はい、私はですね、やっぱりこうまくり出してほしいということで3-1-5-1-5というちょっと買い目にしてみました。願望を込めて頼む、まくってくれ
ありがとうございます、はい、じゃあひなたちゃんは、はい、私は13-25にしたんですけど、うん、1位の柳田選手は、まあ、逃げるかなと思って、うん、あと周回展示とか見ててすごい五野選手がすごいいいなって思ったので3着に置いてみて、うん、今日習った13-2がよくあるよっていうのを置いて、うん、5気になった5を置いてみました、うん、ボックスで買わんかね今回ボックスやめる、ね、そうですね今回ボックスやめるなるほどありがとうございます、はい、私も 1-3-5 で推理してみましたちょっと最近当たってないので一点張りで当てていきたいです頑張れ言ってるけどな柳田さんこれ来らんかったらさっき回れるけど中澤選手行けさっきには回れそうやけどおあ行く行く2回来る回れ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 あ、刺されたねあー、あーなるよしよしか、まあ、佐藤君はもう初手から行く気満々だったんですけど柳田さんがそれ警戒したんでね途中でやめましたねこれやばい、外回り行かれる可能性があるわあ、待って、1、2、3ボックス1、2、3ボックスやっぱり買わないと来るっていうそう、伸びられたんですね、やっぱりこれ難しいな、うち行ってる方がいいんじゃないかなそれはちょっとあかん。それはあかん。うん。あ、あかん。今のはダメだったんですね。ちょっと中途半端なんですよね。攻めるか守るかってことですか？うん。佐藤選手もね、綺麗足してますね。やっぱ伸びで。伸び型です。やっぱ伸び型でしょ。伸び型でした。こうなるんですよ、選手って。それも話の覚えてもらえればいいです選手の特徴っていうのそうですよね、うん、覚えていってだから柳田さんなんかレースは失敗してないんでただ足で負けただけなんであそうなんですね、はい、伸びで、はい、前田選手は展開がなかったです展示が良くても入るところがないとこうなっちゃうってことですねボコースはそうですああなるほど3-1 あ、阿部さんが当たってるえあナイスあおめでとうございます阿部さん的中しましたがいかがでしたか？あでも最後の1残し点を当てたんで、うん、すごく嬉しかったです。そうですね。お礼言ってましたね。すごい。関根さんはいかがでしたでしょうか？はい、船券は外れちゃいましたけど、勝ちのレースを見れたんで気持ちよかったです。はい。さあのめちゃんはいかがでしたか？外したんですけども全然かすってないんで逆に気持ちよかったです。いやでも本当になんか全然知らないことがまだまだたくさんあってもっともっと詳しくなりたいなと思って今後もよろしくお願いしますはいお願いしますぜひぜひお願いしますたまちゃんは自分の好きなこの推理の時間何も役に立ってないんですよあのこういう、ね、タイプはやっぱ結果で残さなって言ったんですけどもうあのちゃんとフラグ立ってほとんど外れましたまだまだねだからちょっと卒業できないですいやもういいでしょう素敵なたちゃんは、はい、はい、私は今回 1-2-3 ボックスを卒業すると言って買っていれば当たってたみたいな感じだったんですけど、ねね、今回所長にあのいろいろ学ばせてもらって、はい、いつもは私データとかばっかり見てたんですけどす、ね、データではないところも見るべきポイントたくさんあるっていうのを学習しないとちょっともうパンクしちゃってわかりますわかります多分私今日知恵熱出ますもんねボートレースって奥深すぎるなってめっちゃもう改めて思いましたありがとうございましたありがとうございます本当知れば知るほど奥深いですねそうなんですよねそういうのをねこういう番組を通じてね、うん、ファンの人にもっと分かっていただければもっと楽しんでいただけるのかなとは思ってますね、はい、昨日より深い推理あなたに